ご覧いただきありがとうございます。現地19日、レッズ対パドレスの一戦。1回裏、パドレスの攻撃。マチャドのツーランホームランで2点を奪い、さらにワンアウトランナー1塁でバッターはジュリクソン・プロファー。ワンボール、ツーストライクからの1球はレフト線へ。1塁ランナーのルーク・ボイトが一気にホームを狙います。クロスプレー判定はアウトですが、ランナーのボイトとレッズキャッチャーのタイラー・スティーブンソンが激しく衝突。スティーブンソン、倒れ込みます。突っ込んでくるボイト。 スライディングの際に右肘がスティーブンソンの側頭部に、そこから両腕。結果的にスティーブンソンの頭をグラウンドに叩きつける格好になっています。恋だったかどうかは判断しがたいものがありますが、全速力で突っ込んでくるボイトは190センチ115キロ。キャッチャーのメジャー3年目25歳、タイラー・スティーブンソンは大きなダメージを負い、この日はここで交代。 自力で退場することはできましたが、試合後、脳震盪プロトコールに入ることが判明、経過を観察することになり、今後最低7日間はラインナップから外れることになります。レッズの監督、デイビッド・ベルはこのプレーについて、我々の選手が頭を打ち、倒れ込んでいるのを見るのは辛い、恐ろしいことだ、とするも、ボイトのスライディングに不満はないとしました。 審判団もボイトのスライディングはコリジョンルールに違反するものではなく問題はないと判断。当のボイトは衝突を振り返り怪我をさせるとかそんなつもりはなかった。大丈夫であってほしい。悪気はなかった。ダーティーにとかそんなつもりはなかった。ただ、セーフになろうとホームに向かっていったんだとしました。しかし、たとえルールに違反していなくとも、 ボイトが釈明しようとも何人かのレッズの選手たちは試合後怒りを隠しませんでしたショートのカイル・ファーマーリプレイを見る限りレスリングのような動きでタイラーの頭を掴んで叩きつけているスライディングの際に手がキャッチャーの頭に行くなんてのは見たことがないとボイトを非難そして昨シーズンまでパドレスでプレーしていたトミー・ファムも怒り浸透 I They can say what they want, you know. Um, everybody on that side, man, they know I get down. I know a place here. That I know an owner who let me use his gym. We need to settle anything. This play was dirty. In in your mind, what made it like dirty? Just the the way his the way the way his his hands hit him. The way his hands hit him. It's dirtiest. ムエタイ穏やかではありません。ボイトとは2017年にカージナルスでチームメイトでしたが、完全に戦闘モード。これに対して翌日、ツイッターでファンが、 気をつけろよルーク・ボイトがあんたのオファーを受けちゃうかもしれないぞと煽ると上等だよ俺は自分を守るためにトレーナーを雇っているがそれは楽しみのためじゃないだから必要な時には自分をそして周りを守れる自信があるとファムも引きませんなおウィキペディアを確認しても特に情報がないためファムの無得体経験値実力がいかほどかは不明ですが 無栄体発言は今回が初めてではありません。昨シーズン6月、当時パドレスに所属していたファム、シンシナティでのレッズ戦に、試合中にファンから必要にやじられ、球場で警備に当たっていた警察官に対処を求めます。しかし、やじったファンは退場にならず、試合後に記者から何があったのかを尋ねられたファムです。 Some fans, you know, yelling at me, "F you, fam, F you, fam," and you know, I just don't. That, that's my issue that I have. You know, I, I don't believe that should be tolerated uh, in, a, in a baseball stadium. You know, when, when you start cursing at me, it's one thing um, different from you know, "Fam sucks." You know that that's a, that's a perfectly acceptable, but just you know, the the curse words, I I have a problem with because that's not something. You would say to me face to face, and you know where I'm from. In the state of Nevada, it's labeled as assault. You know, someone comes up to me, cursing at me like that. I could defend myself, and you know, um, I'm I'm a very good fighter. You know, I don't I don't do Muay Thai, Kung Fu, and box for no reason. これはさすがに一線を超えたファンに対するファムの言い分に一理あると思われますが、ファムの最後の無絶対。 カンフーに関する発言も一線を越えていると捉えられなくもありませんそんなトミー・ファム1988年3月8日ネバダ州ラスベガスにて当時17歳だったベトナム人の母親と19歳だったアフリカ系アメリカ人の父親の間に生まれましたがファムが生まれた時父親は刑務所に入っていました双子の妹と共に母方の祖父母に育てられたファムは幼少期に骨軟化症を患います後に克服しますが ファムがが歳の時に母親が再婚しかしファムは新しい父親とうまくいかずその父親に刺されたことがあると後に明かしていますそして母親は常に忙しく働いていたためファムがプロになるまでにベースボールをプレーするのを見に来てくれたのは片手で数えられるほどの回数だったと振り返っています無タイやボクシングに言及し暴力を匂わせる発言は歓迎できるものではありませんが同時に自分を 周りを守るるたためにとすののはこういった幼少期の経験から来ているのかもし、れませんそんなファムは2014年にカージナルスでメジャーのキャリアをスタート、2018年にレイズへ移籍、2019年には145試合に出場、打率2割7分3厘、出塁率3割6分9厘、長打率4割5分、ホームラン21本、OPS プラス120とし、レイズはポストシーズンに進出。 アストロズとの対戦となったアメリカンリーグディビジョンシリーズ1勝2敗と王手をかけられて迎えた第4戦初回アストロズ先発バーランダーから先制のホームランこの日はこの一発も含め3安打を放ちチームを4対1の勝利に導きますそして試合後のファームのインタビューです There's a lot of people I could thank, you know, but um, you know, I, I'm proud of myself. To be honest with you, I remember throwing a ball against the wall, playing catch with myself, throwing a ball up, hitting it, you know, throwing batting practice to myself. You know what I mean? I believed in myself from a young age. You know, it ain't like I had a dad out there to to um, play catch with me or, or throw me batting practice. So you know, I'm proud of myself. 改めてファムの暴力を匂わせる物騒な発言は歓迎できるものではありません。ただ一方で、厳しい環境にあった幼少期、周りのサポートが得られない中でも、ベースボールで成功することにかけ、自分自身を誇りに思うと発言できるほどの努力を重ねてきた、そして成功を、メジャーの舞台をつかんだストーリーには感銘を受けます。トミーファム、34歳。 この2019年以降、成績は下降気味ですが、メジャー9年目の今シーズン、レッツでもう一花咲かせることができるでしょうかご覧いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。じゃんけんぽん